キネティックアートとは、動く、美術作品、または動くように見える、美術作品のこと。ただし、映画やアニメーションなどは、通常は、キネティックアートとはされない。カイネティックアートと呼ばれることもある。物理的な意味で実際に、動く作品の場合、その動力源としては、自然の力によるもの、電力や磁力によるもの、人力によるものなど様々である。 時には鑑賞者が動かすことを求められる作品もある。作家によって計算された動きが再現される作品も、あれば自然の風力を応用したアレクサンダー・カルダーのモビール作品に顕著なように計算不能な偶発的な動きを取り込んだものもある。動く作品の場合は立体作品となるが、動くように見える作品の場合は平面作品でもあり得る。それらの多くは 人間の作詞作用が綿密に計算された作品であり、本来は静止画であるはずのものが動いて見えたり、立動を感じたり、点滅が見えたりする。こうした作詞を応用した作品はオプアートとも呼ばれるが、キネティックアートとオプアートは重なり合う。また、アニッシュカップーアや井上武義の一部の作品のように、鏡や鏡面処理された素材を用いたもので、 鑑賞者の動きに応じて、工学的な意味で、イメージが変化する作品や、様々な光源を組み込んだ作品も時に、キネティックアートと呼ばれることがある。ジョージ・リッキー、フィア・バイレック・イム・ジェバート・キネティックアートは、カルダーをはじめ、ニキド・サンファルの二度目の夫、ジャンティン・ゲリー、ジョージ・リッキー、シング・ススム、イーダ・ヨシクニラの作品が、 パブリックアートとして日本でも各地に設置されており、すでに一定の認知を獲得している。このキネティックアートという用語が定着したのは1950年代のことである。その確率において、カルダーの作品が決定的な意味を持ったため、しばしばカルダーをもってキネティックアートが創始されたと記述されることがある。これを必ずしも誤りとは言えないが、 立体作品に動きを取り込む試みそのものは当然のことながらカルダー以前からある。ナウム・ガボが1920年に公表したリアリスト宣言は美術の領域で構成主義の語を肯定的に用いた最初の例とされるが、キネティックの書出もまたこの宣言である。その大部分は現存しないが、ガボ自ら実験的な作品を制作している。 デューシャンも1920年代以降に一連の回転する作品を発表している。そこには作詞作用と動きとが同時に取り込まれたものもある。またこれら以前にもすでに20世紀初頭において機械文明に新たな美の可能性を見た未来派たちは動く彫刻を試行していたし、デューシャンのレディメイド自転車の車輪も素朴ではあっても動きを取り入れた作品に違いはない。 さらに言うなら、花火や噴水も古典的なキネティックアートであり、要は何をもって美術とするかの定義次第である。同様に未来においても、キネティックアートは美術の境界が曖昧化するとともに絶えざる拡張が予想されるジャンルである。特にインスタレーションの分野では、点灯したろうそくをそのまま使ったナムジュンパイクの作品、生きたアリが巣穴を掘る。 造形を干渉させる、竜雪のりの作品、腐っていく魚を作品にして、物議を醸した、イブルなど、一回生の動きを作品化することが珍しくなくなっており、美術作品における動きの観念が今後どう拡張していくかは、もはや予測がつかない。ありがとうございます。